こんにちは、平山茂です。今日は7月29日木曜日でございます。木曜日です。現在時刻は2時47分でございますね。皆様、本日もお疲れ様です。お仕事お疲れ様でございます。はい、ということで今日はまた公園に来ております。まあよく来る公園なんですけれども、ちょっと久しぶりにこう外を歩く動画を撮ろうかなと思って、一回さっき外出たんです。だけどちょっと自分がセミが嫌いだっていうのを忘れてまして、セミがブッてこう飛んだ時にふっと気づきましてですね、あ、セミ嫌いだった、ちょっと怖くて車の中に戻ってきました。ちょっとこの時期は木がいっぱいあるところはちょっと厳しいかもしれないですね。ちょっと一回出てみましょうかね。いやー怖い、セミだらけじゃん。あー怖い、うわー怖い、あ、でもなんかセミの鳴き声はあんまり、うっ、あーもういきなり飛ぶからやめてほしいんだよ。マジで、あー怖い、本当に怖いんですよ、セミが。多分トラウマがあって、小学校の頃に多分こう、まあ兄貴がいるんですけど、兄貴とその仲間たちにこう、イエーってなんかセミイエーってやられたのが多分トラウマなんですよね。今はセミじゃないね。ブーン。はい。いやー、ちょっと怖い。日陰で歩きやすいですけど、ね、今日も名古屋は、ちょっとね、天気不安定で、三河地方の方はね、朝から結構土砂降りだったりとか、この名古屋の方はね、尾張の方は大丈夫だったんですけど、あかんな、日向。日向はダメだな。セミがね、本当に嫌いなんですよ。8月9月とかになってくると、もうスズメバチが活発になってくるんで、そうするとね、もう出れないんですよね、怖くて。すいません、車に戻ります。すいません。あー大丈夫だ。ああ、こっちは車だぞ。ああ、無敵だ。車なら無敵だ。本当にセミは怖い。絶対触れません。まあセミもね、一生懸命生きてるとは思うんですけど、ね、あまりこう接触がない人生をお互い歩みたいですね、セミさんとは。うん。失礼いたしました。ちょっと急に催しまして、ちょっとトイレに行っておりました。はい、もう大丈夫です。何の話してたんですか。セミですね。セミなんて大したことないですね。もうセミはね、元気に鳴いておりますね、本当に。セミがね、全然、セミは好きですね。もう本当に小さい頃からね、よくセミを取りに行った。今週ももう木曜日ですからね、もう残すはあと1日、金曜日ね、土日休みの方はね、あと1日頑張りましょうね、本当にね。大丈夫ですからね、大丈夫ですから。さあ、ということで今週もあとちょっとなんでね、本当に頑張って乗り切りましょう。この後寝る前に必ずね、ちょっと水分補給して寝ましょう。いい眠りを。そして明日もまた元気にお会いしましょう。平山茂でございました。おやすみなさい。